清瀬市。清瀬市は、東京都の多摩地域北東部にある市である。東京都から、埼玉県の新座市と所沢市の間に、くさびのように北へ突き出している。西の所沢市とは、柳瀬川で、南の東久留米市とは、伸び止め用水で境を隔てる。新座市との境に、河川はない。市内には、金山緑地公園など緑地が多く、緑地面積は、市域の、 約46%を占める。武蔵野大地の東北端手前約1 5トル付近の平坦部に位置する。地域は約6 5ロメ2トルの強調の地で、その長軸は大地の傾斜と向きを同じくし、西高東低の地形を成している。標高は西方の竹岡地区で6 5ル北東の下宿地区で2 0ルと、 6.5km の間に4 5メートルの標高差がある。地域北部を流れる柳瀬川によるわずかの中積低地があるが、それ以外は鉱石台地が占める。柳瀬川に沿う中里、と下宿地区は柳瀬川の低地より5から1 0メートル高く、清瀬朝日川岡団地付近の大地よりも10から1 5メートル、低い標高25から3 0メートルのテラス状になっており、下清と 中清と、上清と地区から、西武鉄道池袋線周辺の市街地へと続く、広範な大地である。団地北側の崖面から見ると、6メートルほど、関東ローム層が堆積し、その下は、武蔵野歴層が堆積している。清瀬地域に、最初の人類が現れたのは、ビルム表記の約2万年前である。下宿郷清水、下宿小和清水遺跡と、 の塩おにしはにその痕跡を残している。縄文時代に入ると、人口は中期を頂点にして増えたが、後期以降は皆無に等しくなった。その後、平安時代中期までこの状態が続いた。人口が増える平安時代後期になっても、居住地域は柳瀬川に近い現在ののし中里、下宿にとどまっていた。この時代はまだ井戸を掘る技術が発達しておらず、 深い井戸を掘ることが難しかったために川に近い場所に人が集まったものである。武士が力をつけ武蔵七等が台頭してくると、村山氏の勢力下に入ったものと見られる。足利高氏が幕府を開くと、品の国策軍大石橋を本拠地としていた大石氏が勢力を伸ばしてくることになる。大石氏は基礎吉中の末裔とされ、大石信武が1356年5月に、 先行により足利市から武蔵区に入間軍と玉軍の十三、京に領地を与えられた。信茂は、現在の八王子市と大梅市の中間にあたる場所に、館を定めた。いつの頃かは、はっきりしないが、15世紀後半大石市は、柳瀬川の対岸、現在の所沢市に、滝の城を設営した。戦国時代になり、海、武田市の勢力が伸長してくると、 五法城氏と組五ご城氏の領地とした。五法城氏の勢力下に入ると、滝の城か対岸の清戸下宿、正寺岡か,かはっきりしないが、清子小判所が設けられた。新小番所は、現在の関東地方北部に向かう軍事的な要所を、なした。滝の城は、豊臣秀吉の小田原征伐の際に落城し、今は、滝の城跡として残るのみである。明治維新により、 江戸幕府が倒れると、間もなく清瀬を含む地域に、武蔵県が設けられた。この県は、廃藩地県で設けられることになる県と違い、天領、旧幕臣領といった、幕府直轄の領地だった場所をと呼ぶことにしたに過ぎない。その後、1869年1月から2月にかけて、新たに品川県が設けられ、清瀬地域は品川県に編入されたが、 名前が変わっただけで、実態は変わっていない。1871年4月の廃藩地県で三府306県が設けられると、清瀬市域は東京府と入間県に分かれて編入された。しかし、同年11月に東多摩郡を除いた多摩郡が神奈川県に編入された。1889年4月1日、明治政府は新たに町村制を施行し、上木与と村、 中清戸村、下清戸村、清戸下宿村、中里村、野代村及び埼玉県新座郡伸留村の一部を合わせて北多摩郡清瀬村とした。しかし、この合併は他の多くの自治体同様すんなりと行われたわけではない。特に清戸、下宿、中里、野代の各村からの反対が多かった。これは、地味や地素の問題が絡んでいたと見られている。 村役場は、秋津村を加えた、連合古町政時代に連合古町役場が置かれていた、中清とに置くことになった。一方、東京府からは三玉編入を求める要望が強かった。もともとは、玉川上水の水質問題に橋を発した、西玉軍と北玉軍の編入運動だったが、 東京府に組み込まれた東多摩郡同様に同じ多摩郡だという理由で1892年に南多摩郡が加えられた。一時清掃の具とされたものので、変入法が成立し、1893年4月1日に3玉が神奈川県から東京府に移管された。氏名の由来には諸説ある。2005年に夜間人口。 居住者は73,506人であるが、市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は6733人で昼は夜の0.826倍の人口になる。夜間に比べて昼の人口は13,000人弱ほど減る。なお、平成22年国勢調査によれば、 東京都特別区部への通勤率は33.3%で、ある。通勤者、通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者22,765人、市外から市内へ入る通勤者は9,915人と、通勤者では昼間市外へ出る通勤者の方が多く、しかし学生では、市内から市外に出る通学生は3,234人、市外から市内へ入る、 通学生は3311人と学生では移動は均衡している。なお、国勢調査では年齢不詳の者が東京都だけで16万人をおり、この校の中夜間人口に関しては年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に若干の誤差は生じる。警視庁東村山警察署が市内全域を管轄、交番、駐在所の農地が 地域の4割を占める。また、平成14年時点で、市内農地の87.0%が生産緑地に指定されている。人参や、ほうれん草などの野菜栽培が中心。特に黒土が深いという利点があり、根菜類の栽培が多く、人参は都内の出荷額の半分を占めている。そのため、人参を利用した人参ジャムや、 人参上駐なども市内で販売されいる。また落農も比較的盛んで中清との清瀬市役所周辺に集中して立地している。比較的最近まで小さな農協である JA 第一清瀬が広域合併せずに残っていた。2004年4月に JA 第一清瀬は JA 東京未来に合併された。戦前まで結核患者の療養地だったため、 公益財団法人結核予防回復十字病院、国立病院機構東京病院等大規模病院が市南西部に集中している。また、結核療養所をはじめとする高度研究機関も整備され、内外の人類のみならず、動植物に関する研究施設が市の南部に集まっている。そのため、清瀬市は医療の町となっている。秋津駅。 東村山市に所在は、ホームの東半分が、清瀬市にある。一般路線はすべて西武バスの運行。清瀬市、コミュニティバス、清バスが2007年1月20日から運行。清瀬市が、西武バス、新座営業所に運行を委託。主要な道路は、市の東西、東村山市秋津町から、新座市へ抜ける、埼玉県道、東京都道4十号埼玉東村山線。 通称、四季街道と東久留米市から、所沢市までを南北に結ぶ東京都道15号、府中清瀬線、小、小金井街道、東京都道、埼玉県道24号練馬所沢線、通称、小金井街道一部区間の名称があり、両街道は、市の中心部、元町の清瀬郵便局交差点で交わる。小金井街道は、清瀬駅西側、 秋津川の踏切での渋滞が慢性化している。このため、西武総合企画の誘導員が、西武バスの円滑な運行に一役買っている。また、清瀬駅から市役所へ向かって、四季街道に並行する形で、市道、通称、欅通りが走る。加えて、東京都道248号府中小平線、通称、新小金井街道は、小金井街道。 伸び止め用水交差部、小金井街道、松山三丁目交差点付近から、清瀬駅の南東側をアンダーパスで抜け、下清戸へ至る部分で延伸、整備工事が進められ、府中方面小金井小平東久留め清瀬、新座式浦和方面へ、踏切なしで通行できるようになった。北東部の旭川家地区に関越自動車道、開通当時は東京川越道路が、 わずかに走っている。朝日が丘団地内を走る部分は、開通当初は切り通しだったが徐々に交通量が増大し、騒音が問題になったため住民運動などにより、朝日が丘シェルターとして、後にコンクリートで覆われた。現在は、シェルター上部は公園として利用されている。なお、当市内にはインターチェンジはないが、所沢インターチェンジが資金である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。